始まりました。教えていいとこ宇都宮。この番組は外国の方がリポーターとなって宇都宮の魅力を再発見しちゃう番組。今回のテーマはカクテル。この方に楽しんでいただきましょう。私リンと申します。カクテルは居酒屋は飲んだことがあるんですけど、普通のカクテルの店は飲んだことがないですけど、飲んでみたいです。宇都宮といえば餃子を思い浮かべる方も多いんですが、カクテルの街でもあるんですよね。市内には数多くの名店がありますが、今日お邪魔するのは泉町にあるカクテルバー田中。お邪魔します。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。あ、はい、ありがとうございます。すごいお酒がいっぱいですね、こんなところは初めて来たんですね。はい、でもちょっと席はなんか少ないくないですか。うん、そう、少ない。一番ね、うちは 5.5 でね、一番小さな店、宇都宮でも7席だけの店内。これには田中さんのこだわりが。お寿司屋さん、お寿司屋さん、お寿司に一人で握るのもこの7人、はい、もうちょっとだと一人いなきゃダメだから、自分もここにもう一人 いたとしたらね、はい、お客さんが息苦しくなっちゃうんですよ。静かで居心地のいいお店にしたいという田中さん。19歳からバーテンダーの道に入り、宇都宮には昭和51年に来ました。数々の大会で優秀な成績を収めたバーテンダーのレジェンドです。そんな田中さんにまずお願いしたカクテルは、田中さんの代名詞レディービートル。1984年に全国のカクテルコンテストで優勝したカクテルなんです。こうやって、目の前でカクテル作ってもらうの楽しいよね。さあ、おいしいよ。おお、きたきた、この音いいね。アクアビット独特の風味が特徴のカクテル。見た目も綺麗だな。いただきます。あ、どうぞ。飲みやすいですね。仕事終わったらそのなんかいっぱい飲めるなら、すごく元気になるんですね。香りするでしょ、ハーブの香り、ね、はい、北欧のものです、アクアビット、はい、でこのアクアビットを使っているカクテルというのは我々カクテルブックにも少ないんですよ。だからそれにまあ挑戦したっていう感じなんですけどね。喉がすごく辛いですね。これはもう45度。45度、お酒は日本酒みたい、結構種類があるんですね。カクテルもあの味ちょっと、別ですね。もしベトナム人の方も飲めるなら、すごく好きだと思うよ。さあ、ここでリンさんの初めてのカクテル注文って、あれ、お任せ NG？ いや、かっこつけてよく言うイメージあるけど、まあ自然なんですよね。弱気で弱い、もうはっきり言ってね、こうメニューって言ったらね、はい、どれが弱いんですかとかなんか言ってもいいし、もし飲んだことあることも言っても構わないです。自分の好みなどをまずはっきり伝えることが大切なんですね。私も弱いだから、うちはまずこのカクテル人気あるのはソルティーローク。ちょっとお酒に弱いという方に田中さんがおすすめするのがソルティードッグ。生のグレープフルーツを使ってるんだけど、2種類のグレープフルーツをミックスするんだね。苦くならないように皮の方まで絞らないのがポイントだそうです。絞った汁にウォッカを加えてシェイク。シェイクすることでお酒がよく混ざって冷たく味わえるんだそうです。グレープフルーツの爽やかな香り、うまそう。これがうちの評判のいいソルティードッグ。アルコールなんか感じしてない、このフレッシュだとね、アルコールちょっと強くしてもまろやかになっちゃうから分かんないんです。おいしい。これとグーッと飲めるでしょ。そうですね、飲む気ないわね、はい、
後でジョッパラになるかのかわからない。そこでぐーっと飲んでおかわり、うん、はい、これが本当の2なんです。2、え、2つ飲んだから2なんです。わかる？わからないですね。出た田中さんジョーク、冴えてますね今日も。さてそんな田中さんですが、若い頃は宇都宮の仲間たちと東京で開かれる勉強会などに積極的に参加していたそうです。勉強会に行っても一応前に座るという教育なんですよ、ね、もうみんな団体行動ですから、その当時はもうね、みんな会場に行くと、お、栃木軍団来たなんてね、もうそういうのが積み重なって我々バーテンダー協会の4年連続日本一ですね。皆さんよく頑張りましたね。そうなんですよ、バーテンダーの皆さんの努力があってカクテルの街宇都宮ができたんですね。これ仲良しグループなんです。だからお客さん来てもね、こう飲んでるうちに、こういう会話してるうちに、じゃあちょっと行ってみな、そこ行ってみな、で向こうは向こうでね、お客さん行きたいって言って行ってみな、そうなんですよ。だからそういううちは県外の方が多いんで、そういう話すると、しかし宇都宮ってすごいですねって何言ってる、いやうちのね、街中の飲みに行ったってあっち行きこっち行きって一言もないよって言うんですよ。これが宇都宮いいところなんですよ。さあ凛さん、もう一杯注文してみましょう。例えばストロベリーの味は飲んでみたいですけど、はい、ストロベリーを使ったカクテルね。田中さんはお酒の知識がとても豊富。お店のメニューになくても好みさえ伝えれば希望通りのカクテルを作ってもらえますよ。このレモンの酸味もある。さあ美味しいよ。おお、これも美味しそう。いただきます。美味しい。飲んでみますか。美味しい。いいでしょ。そうそうそう。いや本当もう、でもアルコール入ってないですね。いや入ってる入ってる。あ、入ってるんですか。サンソルはこれ一番美味しいだと思う。飲みやすいです。はい。これにウォッカとかまだアルコール入れて飲んでもいいしね。さあ凛さん、カクテルどうだった？今日は初めてなんかカクテルの店は行ったんですけど、結構美味しいドリンクは召し上がりました。ありがとうございます。はい、何もね、飲料水で入ってくると大丈夫なんですよ。はい、外国人は最初なんか店入るときはちょっと遠慮を、なんか他の人は迷惑かけないようにどちらでもいいです、なんか注文して、そしては飲んだら、やばいね、美味しくないとかも結構あったんですよ。何にも遠慮することない、ちゃんと聞く、で作ってもらう、そう。カクテルの街宇都宮、これからも楽しみですね田中さん。いや、もうこれからね、もうちょっとね、今は30何店舗ですけどね、もっと会が増えて、それもまたみんな楽しくね、飲み歩いていただければ助かるんです、ね、それが期待してるんですよ。またぜひいらしてください。はい、今度チャンスがあればお友達一緒に来ます。はい、10月28日にはオリオンスクエアでカクテルハロウィン2018が開催されますよ。この機会にぜひ宇都宮のカクテル楽しんでみてくださいね。田中さんのジョークも聞けるかも。